こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は秋田県秋田市秋田港セリオン秋田ポートタワーにやってきました。海風を感じながら歩いています。正面にはカモメぷかぷか浮いています。海風が少し強く肌がベトベト。カモメが現在停車中。それはさておき、本題に入りたいと思います。以前も訪れています秋田港、周辺には秋田臨海鉄道秋田港駅が位置していました。24系寝台客車が海外譲渡されるということで留置されていましたが、結局話がまとまらずにその場にずっと留置。行き場の失った24系寝台客車はその場で解体となってしまいました。そして今回その後現地の方どのようになっているのか様子を見ていきたいと思います。風が強いので早速移動開始。羽越本線の支線土崎から伸びる路線の最終地点がこちら秋田港駅です。 JR 東日本や JR 貨物の駅となっています。この先さらに伸びていた秋田臨海鉄道は廃止となっています。現在 JR 東日本の団体専用臨時列車がたまに入線する程度。本日は列車が発着しないということで駅は営業していません。そして立ち入ることもできません。かつてこの奥に JR 貨物の貨車呼気がたくさん留置されていましたが、すべてなくなっています。車止めは確認できるものの、周辺草が生い茂っています。レールはまだ残ってるんでしょうか。そして反対側を見ますと、こちらかつてコンテナがたくさん並んでいました。その中で24系寝台客車の解体作業が行われていました。しかし何もなくなっています。この場からだとちょっと見づらいので角度を変えて見ていきたいと思います。こちらの場所、24系寝台客車が解体されていた現場です。シートなどで覆われていましたが全く何も残っていません。こちらに27両の車両が留置。その他にディーゼル機関車 DE10 型なども留置されていました。本日見てみますとただの草むらです。車両もなければレールもなくなっているように見えます。枕木が山積みとなっていますので、やはりレールの方まで撤去されてしまったようです。ただの草むら、空き地となっています。当然中に入ることはできません。せっかくやってきたのにこの状況、これでは編集のしようがありません。ということであれば、この後は奥羽本線の土崎駅に一旦戻ります。そして向かう先は JR 東日本秋田総合車両センターです。今回はどんな車両を見ることができるんでしょうか。それでは本日も改めましてよろしくお願いします。戻ると歩いて約20分程度かかります。疲れてしまったのでまずはコンビニに寄って休憩してから行きたいと思います。土崎駅は特に何もありませんでしたので、一気に飛ばしてやってきたのがこちら秋田総合車両センターです。右の建物を見ますと旅客車塗装場、先日勝田車両センターに E653 系1000番台計71編成が水色の塗装となり再度転属戻ってきましたが、こちらの建物で塗装変更されたんでしょうか。中に車両を確認することはできません。ということでいつものようにぐるっと一周様子を見ていきたいと思います。中を見ることができる場所は限られています。こちらの公園から以前はキハ40系48系を見ることができました。今回はどうでしょうか。ちょっと草が生い茂っています。うさぎ、手前の車両が奥に移動して誘致されています。そして車両数もだいぶ減ったような気がします。
その他に車両を確認することはできませんので、別の場所に移動したいと思います。別の場所に移動してきますと、正面右側、EF64 型0番台唯一の37号機、なんとなく確認することができます。そしてこちらは、盛岡車両センターの DE10 型1754号機でしょうか。なんとなく車番プレートが見えました。1764でしょうか。ちょっと草木が障害となっています。そしてこちらはキハ48の540クルージングトレインです。もう一両の車両はキハ48の533、車両下回り何もないような感じがします。手前に重機がありまして、スクラップの山、車両解体が行われたようです。この状況を見ても何だったかよく分かりません。考えられるとしたら、こちらの車両キハ40もしくは48系。さらに奥、車両の半分程度しか見ることはできませんが、車番プレートありません。しかし星のマーク、 EF81 型133号機ではないかと予想することができます。角度を変えると車両の全体が分かります。こちらも廃車となったということですが、解体作業の方はまだ行われていません。右には DE10 型何号機か分かりません。一番手前にはキハ40系532、右にはスクラップ。こちらの車両、海外譲渡の話が出たということですが、今後の動向が気になります。キハ48、1550と連結されています。他にも何両か連結されていますが、ちょっと見ることができません。以前から動向が気になっていた車両、何両か見ることができました。ということで、次は角度を変えて別の場所に移動します。ぐるっと一周してきました。こちらにやってくれば、それなりに車両を見ることができるはずです。先ほどいたのはこの奥です。なんとなく確認することができるのは、 SL 銀河で運用されていた車両、廃車改装ということでこちらにやってきましたが、どうやら車両側面、白い板のようなものが取り付けられています。右側の肌色の車両は唯一残る583系、解体されることもなく留置されています。そしてこちらの長い編成がキハ40と48系、海外譲渡の話が出てるのはこちらの車両でしょうか。詳細は不明です。連結はされていないようです。小賀線のイメージ、ナマハゲ、そして首都圏色。今回土崎駅周辺でいろいろ見てきました。この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ぐるっと一通り回ってみて、車両を見れるような場所は全て回りました。他の場所からは見ることができませんので、土崎駅の方にそろそろ戻りたいと思います。ということで、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。機動車が現在改造されているということなのですが、残念ながら確認することはできていません。それではまた。